しいから、とりあえずつけてます。夢があるのはいいのだけど、こんな忙しい人じゃ。ララ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 、今日も明日もあなたに会いたい。
皆さんも地球に優しいことをしてくれているみたいです。聞いてみたいと思います。牛乳バッグで母の日のプレゼントを作りました。母の日のプレゼントを作ったそうです。お母さん喜んでくれましたか？はい、よかったです。さつまいもを植えました。大きなさつまいもができるといいですね。はい、はい、はい、ゴーヤの種を5つ植えました。大きなゴーヤができるといいですね。はい、はい、チラシで折り紙を作ってゴミ箱を作りました。ありがとうございます。じゃあ、じゅんなちゃん何歳ですか？踊ってくれました。アクターズスクール広島のキッズクラスでは毎週土曜日無料体験レッスンを行っています。ダンスが好きな人、はい、ぜひアクターズスクール広島のキッズクラス無料体験レッスンに参加してみてください。次の曲は可愛い A クラスの皆さんが今日見に来てくださっている方への感謝の気持ちを込めてありがとうを歌います。
ありがとうございます。次で最後の曲になります。ありがとうございます。最後はアクターズスクール広島の選抜メンバーで世界に一つだけの花という曲を歌いたいと思います。皆さんご存知の曲だと思います。振りも手話を交えた振りになっていて、皆さんそんなに難しい振りじゃないので私たちの振りを見ながら一緒に踊ってくださったら嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。世界に一つだけの花。終わりです。この後もロハスフェスタ楽しんで帰ってください。ありがとうございました。